everyone, it's Russell Sensei back with another beginner interactive uh, Japanese story. To keep these coming, just please make sure you you know watch, like, subscribe, and most importantly, uh, leave comments below for how the story should continue. When I ask questions at the end, uh, without further ado, let's jump right into our new story. Ted the tomato. Tomato no teddo wa pizza ga dai skidas des. skidas Ja minna. テッドはトマトが好きですかはい、いいえ、いいえ、テッドはトマトが好きじゃありません。テッドはトマトです。テッドは何が好きですかそう。 ピザが好きです。ピザが大好きです。じゃあみんな、テッドはピザですかテッドはピザですか？はい、いいえ。い,いえ。テッドはトマトです。トマトのテッドはピザが大好きです。 じゃあみんなあのテッドはピザが大好きですかそれともラザニアが大好きですかそうテッドはピザが大好きですピザ屋さんに言いますじゃあみんな ピズ屋さんにいますかはい、い,いえ。そう、ピズ屋さんにいます。あの、誰がピズ屋さんにいますか誰そう、トマトのテッドはピズ屋さんにいます。みんな トマトのテッドはどうしてピザ屋さんにいますかどうしてそう、トマトのテッドはピザが大好きです。だからピザ屋さんにいます。みんな、トマトのテッドはどこですか そう、ピザ屋さん。トマトのテッドはピザ屋さんにいます。でも、あまり嬉しくないですあまり嬉しくないです。じゃ、みんな、あの、誰があまり嬉しくないですか そうテッドトマトのテッドはあまり嬉しくないですじゃあみんなテッドは嬉しいですかそれとも嬉しくないですかそうテッドはあまり うれし,しくないです。えっとみんな、テッドはスーパーにいますかそれともピザ屋さんにいますかそう、トマトのテッドはピザ屋さんにいます。みんな、 テッドは何が大好きですかそう、テッドはピザが大好きですん。テッドはピザが大好きです。テッドはピザ屋さんにいます。でも、あまり 嬉しくないですうんどうしてかなテッドはこのピザにはトマトソースがいっぱいありますと言いました。言いました みんなあのピザにはあのペストソースがいっぱいありますかいっぱいありましたかい,いえペストソースじゃありませんでしたこのピザには何がいっぱいありましたか そう、トマトソースねトマトソースがいっぱいありましたねあの誰のピザにあのトマトソースがいっぱいありましたかそうトマトのテッドのピザにあのトマトソースがいっぱい ありました。うん。みんな。テッドは。トマトソースを。食べたい。と。思いますか?。食べたい。と。思いますか?。テッドは。私の。 家族を食べたくないです。食べたくないです。じゃあみんな、テッドはあのトマトソースを食べたいですかはい、いいえ。そう、いいえ。テッドはトマトソースを 食べたくないです。食べたくないです。でもみんなあの、私はトマトソースが好きです。おいしいです。どうしてテッドはトマトソースを食べたくないですかどうして そう、そのトマトソースはトマトのテッドの家族でした。テッドはその家族を食べたくないです。じゃあみんなあのピザには何がいっぱいありましたか そう、トマトソースそのトマトソースは誰の家族でしたかそう、トマトマののテッドの家族でした。じゃああのトマトのテッドはそのピザを食べたいですか いいえ。テッドは、あのテッドの家族を食べたくないです。だって、みんな、みんなは家族を食べたいですか私は、私の家族を食べたくないです。あの、ピザ屋さんの家族を食べたくないです。 シャフはごめんなさい。でも、テッドの家族はすごくおいしいです。すごくおいしいです。と言いました。テッドの家族はすごくおいしいです。と言いました。みんな、みんなは あの、トマトソースはあの、おいしいと思いますか私はおいしいと思います。じゃあみんなテッドはテッドの家族はおいしいですと言いましたかそれともピザ屋さんのシェフが言いましたか テッドは言いませんでした。テッドは家族を食べたくないです。でも、ピザ屋さんのシェフは言いました。ごめんなさい。でも、テッドの家族はすごくおいしいです。と言いました。 じゃあみんなピザ屋さんのシェフは何が好きですかそうピザ屋さんのシェフはトマトソースが好きです。テッドの家族が好きです。お父さんじゃあ私は みんなのアイディアが欲しいです。1トマトのテッドはどんなピザが食べたいですか ?2 食べたいピザはどこにありますか ?3 Okay, so if you could please answer any or all of these questions in the comments, um, you can answer in English or Japanese. Uh, even if you have some other random idea that's not covered by these questions of how this something about how this story should continue, um, please feel free to share that too. I I try to. Take bits and pieces from everyone's suggestions to make the most entertaining story. So the more the more comments and suggestions that I get, the more fun the story will be as it moves forward, um, and the more stories I'll be motivated to make moving forward. Um, so please comment, like, subscribe. You know, do do whatever it is that we need to do to keep growing this on YouTube. And I uh, hope to see you at the next video. Thank you.